はい、では、北海道キャンプツーリングの日にちが迫ってきましたので、もういよいよ準備をしないとまずいので、っていうか、出発が明日の半日勤務の後から、私は夏季休暇に入りますので、もう荷物まとめないとやばいんですよ。もうこれだけの荷物をまとめないとやばいので、今日はこの荷物のパッキングと、あと今回の北海道ツーリングキャンプツーリングの、工程についてちょっと話しながら、パッキング頑張ってやっていきたいと思います。本当もう今日やんないとやばいんで、能率悪すぎんだよね、本当ね。じゃあとりあえず入れてきますか。もう入れてきます、メインのバッグに。ちなみにこれとこれは、このポーターのこのなんつうのショルダーバッグじゃねえや、ウエストバッグは斜め書きにして、普段からいつも自分が使ってるやつです。財布と携帯ぐらいしか入んない大きさのやつですね。まあ、いわゆる貴重品入れとして、ツーリング中は常に効率を背負ってる感じですね。もうワンサイズ大きいのにすればよかったかな。でもあんま大きいのコンパクトさを求めたからしょうがないな。これを買うときにはこれは常に背負ってる。で持ってこれタンクバッグ、結構前から使ってるやつですね。僕前今ハーレーのヘリテージソフトウェアに乗ってますけど、以前は CBR1000WR、 全然タイプが違う車種。CBR からのハーレーって人、まあ、いるっちゃいるのかな。で CBR はタンクが樹脂なんですよね。金属のタンクじゃないので、吸盤のタンクバッグを使ってた時もありました。かなり昔です。今回は地図を見られればいいので、とりあえずこのタンクバッグ、物を入れられる、なんか手ぬぐいが入ってるけど、手ぬぐいとボールペンが入ってる。物を入れられるっていう用途よりも、とりあえず地図が見られればいいかなみたいな感じで、タンクにつけていきます。はい。で、これが、メインのバッグ、リュックサックにもなるタイプです。まあいいや、とりあえずこのメインのカバンにいろんなものを詰めてきます。はい。で、こいつがまずはキャンプツーリングの必需品の、今回初使用。まあ当たり前か。買ったばっかだから。テントを入れます。で、長さ多分ぴったりのはずなんですよ。これが入るように計算してこのリュックサックを買ったわけですから。で。こいつらはこのビニールのこれ、まあ袋、バイク関係のメーカーのやつ合わせてみましたけど、まあそれはどうでもいいんですけど、モーターショーとかモーターサイクルショーに行くと、パンフレット入れてもらえるやつですよ。でこいつとこいつは、よく使う、必ず着ると思われる着替え、これ入れます。詰めて入れていかないとね、もう容量に限りがあるので。でこのここに入っているやつは予備的なやつです。着るかもしれないぐらいのものなので、オートバイのあれだな、サドルバッグに入れる。とりあえず、今このリュックには入れないもの、はい。であとリュックに入れようと思っているのが、これをどうする？まあ、ちっちゃいからこっちに入れる？これね、ハンモック紹介しましたっけ？してねえか。これもアマゾンで買ったんですけど、パラシュート素材でできてるハンモックで、まあまあそこそこ寝心地はいい。自宅の近くの神社で一回やってみたんですけど、神社の木に結びつけてやってみました。まあちっちゃいからこっちへ、どっか、それと、いっとくか、100点スタッグのあのテーブルも入れの、こいつは
必需品の小物類、ランタンとかライター、電池、こう USB の充電器、この他にもそのチーロのやつとか持ってきますけど、ティッシュペーパーは少ねえよな絶対、蚊取り線香とか USB の充電ケーブルとか、もうちょっと他に物入れようかなと思ってますけど、とりあえず仮にこの状態で持ち込むと。なんかね、もうあんまり整理できてないのがもう目に見えて、この容量の悪さ。それから、当然のこの寝袋関係なんですけど、今回ちょっとこれは余った、その前にこれだな、アメニティ関係、ちょっと中身全部出せないですけど、まあ歯ブラシとか石鹸とか入ってます。ちなみに、あ、こういうやつとか、洗剤とか、まあ、こういう生活の必需品。ちなみに僕の場合は、髪の毛でも、体でも、何でも、石鹸1個ありゃ石鹸1個で洗っちゃいますので、シャンプーとかそういうおしゃれなものは、シャンプーとかリンスとかそういったおしゃれなものはいらない。もう石鹸1個あればもう全身いける。そしてここに当然寝袋絶対いるから寝袋入れますね。よいしょ。これでも結構いっぱいなんだよ。意外とこのドデカバッグですらもういっぱいになっちゃうのよ。まあいいか、とりあえず閉めて、こんな感じになるっていうのは、今日は何としてもそこまでやる。日にちがねえ、本当に日にちがねえ、容量悪すぎる。よし、そんで、まあ、この時点でかなり、こことかも持てるんですけど、かなり重いわけです。重くって、重いのはいいんだけど、でここをですね、反対側ひっくり返してチャックで開くんですよ。でなかなかいい機能なんじゃねえか。開かないぞ。どうした？危ねえよ。中華だから危ねえよ。いちいち破れたり、なんか常にトラブルがつきまとうんじゃないかっていう。で開けて、ベロンと開け、こうなってたもの開けの、でここくるくる丸めるわけですよね。くるくる丸めていくと、ここに見えますかね、マジックテープがこう出てきて、これをペトッとマジックで固定すると、ここに背負える用のショルダーの、あれが出てくるわけです。リュックサックタイプになるわけですよ。これ背負うと、これ何キロ？これでまあ登山は無理だね。到底無理だね。僕の体力では到底無理だね。何キロだろう？10キロぐらい？10キロねえな。そこまでねえな。これで上がっちゃうぐらいだから。まあでも結構重い。あ、ちなみに、あと、ノースイーグルの結構デカめの椅子。あれは、うまいことサドルバッグに入りました。長さは、俺の単車のサイズサドルバッグにぴったり入る長さだったので、マシンガントーク、疲れるわ。普段こんなに喋ることねえからな、俺。基本無口だから。ああ、そうだ、あとこの中に100均の折りたたみ椅子も入ってます。見せた方がいいか。いやー、あんま閉めたからいいだろ。100均の椅子なんて見た人いねえだろ。でもうこれで中いっぱいなので、これ以上中に入んないので、僕は考えたわけです。この、通常の銀マット代わりに、何回も見なくてもいいか、一回見てりゃいいか。俺のこういうマットを敷いて僕は寝ようと思っているので、これと、あとこっちは絨毯代わりに、敷こうと思ってる、なんつうんだこれ、あれだよ、あれあれ。あれだよ。
レジャーシート、レジャーシートもちょっと厚手のタイプ、あのメーカー品でコールマンのやつだから、ね、絶対だ物はいいんで、これを持ってきます。かなりかさばるけども。でこいつを僕は100均で売ってたこのゴムでちょっとやってみようかなと、やってみようかなつうか、まあこれで行くしかないんだわ、もう僕にはもう手段がない、時間も手段もない。これをうまく引っかかるかな。こういう作業で動画が無駄に長くなっちゃうんだよ。よし、慌てない、ゆっくりやる、落ち着け、こういう時こそ、うん、あ、これ逆さまだね、ちょっと見栄えの問題を考えて、でこの辺りに引っ掛ければいいんじゃねっていう。よし、はい、まあそんな重いもんじゃないですから、このマット自体ある程度こうテンションがかかってればずり落ちないんじゃないかなと。こいつもここに入れ込む、こいつもうまく入れ込む、はい、よし、どうすかこれ、どうすか、これは絶対こんな感じであのゴムが押さえてるから、このマット自体は落ちない。これも多分相当抜く気になって抜かなきゃ抜けないでしょう。こういう状態でまず一つのパッケージになるわけですよ。へえ、へえ、こりゃすごいよ、もうバックパンカーの仲間入りだよこれ。これ背負って歩ってるやつなかなかいねえぞ。で、まあいいや、そういうこと、こういうことです。で、こっちにあるものはもう、単車のサドルバッグの方に、ハーレーのサドルバッグに入れるしかありません。で、中に入って、この袋の中に入っているのはなんかペーパータオル、まあキッチンタオルとか、まあ何でもあれば便利かなということで、そんなようなものと、コップとか、あとは出さなきゃダメかい岩谷のあのガス、ほらまた簡単に戻せないんだから調子込んで出すもんじゃねえとか、ガスボンベ、あとはストームクッカーでよかったかい、トランギアの調理器具が入ってますね。アルコールもちょっと入ってたりなんかしてるやつ、サドルバッグに放り込む。でこれは調理器具というかじゃないな、食材関係、これね、っていうか食レパートリーこれしかないんです僕、あの自炊スキルは最初からないので。あとはコーヒーとか箸、お箸とか割り箸とか、レトルト食品もちょっと入れてみました。これカレーかな、うん、とあとは砂糖のご飯的なやつですが入ってる、調味料とかも若干入ってる、ソースとか醤油は入ってない、どうしようどうしよう、どうしようもねえよ、そんなこと言われても。あとこれはゴミ袋ですね、あのかなりでかいやつを買いましたので、まあでかい台は小を兼ねるかなっていうので、90リットルとかかな、何枚か持ってきます。でこれは予備のさっき言った洋服なので常に持っては歩かない、これもサドルバッグ。これはユニクロのあのウルトラライトダウンで合ってるかな、すごい軽いダウンのジャケットですね。万が一寒かったら、寒くて寝られなきゃもうしょうがないから、とりあえずこれを持ってきます。走行中も寒かったらこれを着るしかない。基本的には T シャツとアンダーウェア、T シャツの下にアンダーウェアを着て、あの、ピチッとしたやつ、わかんねえかな。その上に T シャツを着て、ジーパンで、サンダルで走行する予定でございます。これも、緊急時にしか使わないから、どうしても寒い時にしか使わないからサドルバッグでいいでしょう。で今回落選の人たちブルーシート100均のやつだから破けちゃうかなとか思って2枚買ったけど、まあいいか、これもいいか。でこいつはほんとクソだな、うーん、ちょっと使い道ねえな、これもどうかな、サドルバッグに入ってたら持ってってみる、食器洗うことあるっていうか、食器洗い用のスポンジも洗剤も持ってないから、持ってかないからな。そもそも意味がねえんじゃねえかと、
洗うときはどっか、ライダーハウスとかに泊まったときに洗わせてもらおう。そうしよう。うん、キャンプ初心者だもん俺。そんで、まあ荷物はこんな感じですね。あとちらほら小物は増えるかもしれないけど、またこれをどうやって単車に積むのかっていうのは、まあ、うまく取れればいいかな、その積んでるところ。でもって、工程なんですけど、うん、それは後だな。